ドラゴン細いの出身である渋幕やってみたいと思います。いえいえ、こんなレベルの高いの来ていくの？2等コマ制よりは難しいです。正誤問題を普通に大学入試の人が解いてもこれは分かんないと思います。正常これもむずい。さて始まりました森田チャンネルです。さあ久しぶりの孤独学区、そうです、難関高校入試の問題を解くシリーズやっていきたいと思います。はい、今回なんですけども、まあつくこまやろうかなと思ったんですが、この分厚いやつなんですが、つくこまですね、大問一問まるまる省略されていたのでできないということで、じゃあどこやろう、最近話題のあの人のとこやろうよということで、はい、ドラゴン細いの出身である渋幕やってみたいと思います。まあ、非常に難しいと言われていますからね。まあ、千葉県最強の高校の問題に挑戦したいと思います。60分で100点満点。うん、リスニングはついてないか。やっぱり省略されてやってますが、まあ、それ以外はやってみたいと思います。それでは、行きたいと思います。まずは、正誤問題だ。わー、いえいえ、こんなレベルの高いの来てくんの？これ簡単。ほら。誤りがないのもあるのか。ああ、ビビった。なんだこれと思って。あ、で、間違ってるのは直さないといけないのね。はい、わかりました。直します。2種類以上の直し方あります。いや、レベルとか。並べ替え問題か。条件英作文を屋台でチキンライスを食べた。うーん、なるほど。9から12個。6回。あー、出た。True or False あるわ。面白そうな内容。お前なかなか厄介じゃないこれ。また TF 問題だ。物騒な内容だぞ。あ、そういうこと。面白いね、こんな問題あるんだね。全然違うじゃないか。はい、バイバイ。よいしょ。はい、ということで、まあ、リスニングがないんで、どれくらいだかわかんないですが、とりあえず24分ですね。最初の正誤問題のところ、何分かかったか止め忘れちゃったんで、わかんないですが、まあ、それ以外は、正誤と正常がまとめた時間になっちゃってます。はい、では、どんなんだったか公表していきたいと思います。はい、それでは公表していきましょう。そうですね、問題のレベルとしては、まあ、マーチレベルって感じかな。2等コマ制よりは難しいです、はっきり言って。で、総計よりは簡単ですね。ただまあ、もうレベルとしては完全に大学入試のレベルですね。で、中学校で習う範囲は優に超えております。だからね、いわゆるつくコマとかつくふっていうのは、まあ、この限られた中学校の範囲内でめっちゃむずくするっていう感じですが、やっぱり私立ですのでそこは無視です。灘よりは簡単かな。灘開成よりはまだできると思う。ただ相当英語ができる人でも満点は難しいかな。では見ていきますね。最初正誤問題ですね。もう分かったところでパッパッパッと解いちゃったんで、最後まで読んでないんでちょっと見ていきます。 If it's fine tomorrow, we'll have the sports festival as planned、ね、as planned とかね、計画通り予定通りね。 Don't forget to bring your PE clothes。 これは全然問題ないですね。これだから It's 問題ない、 It is だから問題ないですね。これ問われたりしますね。アポストロフィー、あの所有格の場合はアポストロフィーがいらない意味とかさ。で、 Forget to do プラス Forget ing も大丈夫ですね。 Clothes 服問題ないですね。 In case of rain, it will be put off by the day after tomorrow じゃなくて Until とか Till ですね。これトイックでよく出るんですけど、正誤問題を普通に大学入試の人が解いてもこれは分かんないと思いますよ。延期する、 Postpone とか PutOf A until B ですね。 B まで延期するってやつです。次、 Do you know who these girls are? What was happened? これよく出る。 What happened to them? これはダメ。大学入試正誤問題よく出題されます。 Hold on, I've read about them. They were taken care of by a wolf family one day. 狼に育てられた少女たち、アマラとカマラでしたっけ。
それの話。次、It is common for people to have three meals です。Having はおかしいです。A day ですね。Three meals a day。この hour、一日に月の hour ですね。なんとかに月はよく出ますね。はい。だから、It for two 構文ですね。これできるんじゃないかなと思ったけど、まあだから、ね、もしかしたら後ろに to 不定詞出てきて、この having はただ people を就職しているだけなんじゃないのと思ってみましたけど、なかったです。However, there are different cultures and customs around the world. Some eat only once.Once a day. And others even more than four times. 1日に4回食うんだ。次も。First woman, Mr. Suzuki is talking over there. はダメですね。Talking to とか talking with が必要。あとで長文に talk with 出てたけどね。Well, I'm not sure. She looks like the parent of a student. ね。はい。Look like 名詞。Parent of a student. 別に一人ですから。Parent 問題ないですね。But not a teacher. They've been standing there for more than 30 minutes.30分経って They should take a seat 座った方がいい I found doing something different difficult これとかさ狙ってるよね Something には different 1語の形容詞でも後ろからかかりますねで doing something different っていうのが find の目的語でこの difficult っていうのが find の方語ですね SVOC になるので狙ってますねだ間違ってるとこはない For example we had to get used to washing our hands almost every hour ほとんど毎時間洗わなきゃ Keep doors open これも狙われやすいですねはいドアを開けっぱなしにしとくで wearing masksAnd hot and cold weather. マスクすると。And staying quiet during lunchtime. っていうふうになんかコロナ禍の話をしてるんですけど、で、ここで、あれ間違いねえじゃんってなったんですね。で、説問を見て、あ、間違いなしの場合は、おって書いてあると。次、6番。We have some sister schools and this is the one that located. はダメですね。That is located in Tokyo. まあ、もしくは that と取って、located in Tokyo. It has about half as many students as ours. ここのポイントも狙われるよね、大学にし。Also, their school building is much taller than ours.Because of the limited space. もちろん早慶の正語とかよりは簡単ですけど、まあそれでもマーチレベルの正語じゃないですかね。続いて正常。これもむずい。マジで完全に大学入試の範囲。いや、面白かった。まあコロナと、あとコンファーメーションバイアスに関するものなんですけど、コンファーメーションバイアスなんか動画出てますね、私ね。大学入試用に。よく出題されるから。まさか高校入試で見るとはコンファーメーションバイアスについて。最初が、Many of us were not sure thatWe should wear our face mask.、ねはい、マスクするかどうかの話っていうのは、まあいろんな大学でよく出るトピックですけど、これだから We と Many of us をどっちにするのか、そして Not を Were not sure にするのか、Should not にするのかなんで、これ文脈必要なんですよ。非常に厄介ですね。で、次が Decided not to wear a mask before this became the common medical view なんで、これもやっぱ文脈分かった方がいいけど、まあただ Decide not to do とかね、習わないでしょ、中学校で。To 不定詞の否定英語が入ってるやつ。いやー、すげえなって思った。次なんかひどいよね。Cognitive Neuroscientist。で、そこの後で、Someone who studies what is happening in the brain っていう風に、Someone っていう同格置いてんですよ。習わないっしょ、中学校で。同格置いて。で、同格の後ろに風説っていうね。で、次は、あ、これがだから Confirmation Bias 知ってれば簡単ですね。From information that shows you might be wrong. 間違ってると思ってる情報から離れていって、自分が合ってるんだっていう風に思うね。のばっかり見るってやつ。で、次は、This tendency becomes stronger when we are more confident. で、これ後ろに confident in ourselves っていうのが外にあるので、ああ、だ confident の方が後ろ側だってわかるね。これどっちでもいけちゃうんで、This tendency becomes stronger when we are っていう風に後ろなのか、もしくは when we are って前でもいけるから、この in ourselves があるから、あ、こっちが後ろだ。いや、酷だと思うよ。はい、もう完全に大学入試レベルです。まあ、正語と正常合わせて7分40秒だった。正常はこれ長文中なんでだいぶ読んだんで、2分5分ぐらいかな。で、次が不思議な英作文だよね。9語から12語、4語から7語補うっていう会話なんですけど、会話中で補うんだけど、もともとこう日本語があって、これに基づいて、書くので、だから和文英訳なんですね、ある意味ね。該当箇所を見つけて、ただ和文英訳すればいいっていう問題です。ただ、それがなかなか大変。最初のところが、両親共働きで食事を作る時間のない。The both parents work and don't have time to cook みたいな、そういう形でやればよくて、次が厄介だよね。シンガポール人にとってシングリッシュは自分が何者であるかを表す言葉なのだっていうところです。They see Singlish as a language. こういう language だっていうので、言わなきゃいけないわけ。Which defineWho they are, their identity とかかな。相当むずいと思いますよ。これ和文英訳のレベルとしては完全大学入試レベル。まあこれが3分44秒だったかな。はい、で次は読解。物語文じゃないやつですね。読
会自体のこれのレベルは2とコマ線ぐらいのレベルかな。ただし最後に true or false が入っているので T か F かですね、これがめんどくさかったんじゃないかなって感じ。最初の A に入るのはですね、まあトピック分かってないといけない。サプライズとウェットは文脈だね。パラグラフ4のメインアイディア、パラグラフ6のメインアイディアは、うん、やっぱ TF だけですね。あとはニットコマ線レベル。で、次の読解がストーリーもの。こっちの方が読みやすいんじゃないかと思ったけど、記述なんですよ。河川部1の原因となった出来事をっていうのは、まあまあまあ地方国公立大レベルかな。原因となった。河川部2について主人公がこのような行動を取った理由を、うん、これもそうですね。 A に入るものを選びなさい。もあ、これ A と B 連動してますね。 A が分かんないと B が分かんないですね。問い4が多分一番大変。この物語で取り上げられている1日を境に主人公の心情はどのように変化をしたのかを日本語で説明しなさい。最後のところをきちんと書ければ OK だから、説明問題は該当箇所さえちゃんと見つけられれば大丈夫。ただね、ヒューズが飛ぶとかヒューズを飛ばすって表現、今の子供知らなくないですかって思った。いや、前に授業で話したことがあって、結構多くの高校生浪人生知らなかったんですよ、ヒューズが飛ぶとか。これ知ってんのかな。え、次の TF はそこまで難しくなかったですね。ハズバンドを殺して捕まるんじゃないかと思ってたとかって、先に TF の選択肢見てたから、そんなの出てくるのと思ったら全く出てこなかったし。はい、ということでした。文法語法が完全にマーチレベルになってるって感じかな。正語正常で知識がだいぶ必要で、和文英訳できる力もなきゃいけないし、いわゆる国立系の説明問題ですね、もうできる力が必要ということで、レベルとしてはもう完全大学入試レベルと言っていいでしょう。さすがだ細井先生、恐ろしいレベルでした。ぜひ皆さんね、どう思ったかお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.